支援会話を見ていこうと思います。アッシュとメルセデスが見れるかな。あ、メルセデス見れますね。メルセデス、本当に申し訳ないんだが、手を貸してくれないだろうか。あらあら、この街灯、裾が破れてるわね。だけどこのくらい作ろっちゃえば。情けないことこの上ないんだが、裁縫にはこれまで無縁だったもので。あら、じゃあ前に私が服の裾を破っちゃった時も困ったでしょ。あ、なんか前科があるの。まあそうだな。それなりに、いやかなり。頼む、俺に裁縫を教えてくれないか。お前の腕はかなりのものと聞いた。もちろんいいわよ。そんなに申し訳なさそうな顔をしないで。本当か、ありがとう。恩に着る。じゃあ道具を取ってくるからここで待っていてね。ごめんなさい、ディミトリ。私にはその、どうされました。正直に言ってくれ。もう面倒見きれない。縫い針を折っちゃうだろうなっていうのは、まあ、針細いからね。想像していたんだけど。折ったのか。まさか針どころかハサミまで曲げて壊しちゃうなんて。どんだけバカ時間。本当に申し訳ない。普段は気をつけているんだが、細かい作業ではどうにも力の加減が。いいのよ。ただここまで来るとちょっとおかしくって。じゃあなんか裁縫してるディミトリさんとか、なんか医師の方とか書いてないかな。やはり裁縫など俺には。あら、諦めちゃうなんてもったいないわ。あなたはちょっと慣れてないだけよ。苦手でも諦めずにやれば上達する。あなたが私に言ってくれたことじゃない。諦めたらそこで試合終了ですかね。そうだったな、俺らしくなかった。もう一度やってみよう。ええ、その調子よ。それじゃ再挑戦ね。とりあえず糸を針に通して。お、あ、しまった、また縫い針が。指刺さないように気をつけてくださいね。さあ、じゃあアッシュのも見よう。殿下、あ、間違えた、ディミトリ。その今日の訓練の相手は。頑張ってるな。ああ、もちろん構わないさ。めっちゃ嬉しそうなんだけど。講義の後にでも訓練場に来てくれ。待っているからな。そうだ、終わり次第一緒に食事に行こう。動いた後は腹が減るからな。めっちゃ嬉しそう。そうで、だね。ぜひご一緒。一緒に食べたいです。ああ、僕はやっぱりあの主従関係が抜けないんですよね。アッシュ殿下、すみません。僕は未熟でした。もっと鍛錬を積んできます。おい、アッシュ。以前俺が言ったことをそこまで気にしていたのか。お前の支援会は、ね、殿下の言いつけに背いてまで自分の意地を貫くのもいけないと思って。アッシュ、俺もな、尊敬すべき相手に敬意を表すのはごく当然のことだと思う。だが、俺はあいにくと敬意を向けられるほどの人間じゃない。いや、もうそういうのかっこいいよね、男の人ね。お前とは生まれた家や育った場所が違うかもしれないが、それだけだ。殿下のおっしゃることは正しいと思います。だけど、やっぱり僕は殿下に無礼な振る舞いをすることはできません。確かに王族も平民も同じ人間であることに変わりはないかもしれないけれど、王族や貴族が責務を果たしてくれるからこそ平民は平和に暮らしていけるんです。だから平民はその代価として税と敬意を払う。ロナート様はそうおっしゃっていました。それも道理だな。だが俺はまだ大いについたわけでは。あ、だけどそれだけじゃないんです。僕は
一人の人間としての殿下を尊敬しています。殿下が何と言おうと、お一人で国を背負って武芸の腕も一流で、仲間思いで僕なんかにも優しくて、うん、それを言い出したらキリがないだろう。俺だって同じだ。例えばお前は強い心を持っている。それは俺にはないものだ。どんな時にも悪意に飲まれないお前に俺が何度助けられてきたか。そうなんでしょうか。照れてる。あの、ここは互いに互いを尊重して今まで通りっていうのはどうでしょう。そうだな。言葉を交わすたびに青くなったり赤くなったりされては俺も気まずい。ずいぶん遠回りして結局元の位置に戻ってきたような気もするが、これでいいのかもしれないな、うん、互いに一つずつ折れるということで。すぐに変えるっていうのは難しいもんね、はい、それじゃあ改めて殿下、訓練の相手をお願いできますか。ああ、もちろんだ。遠慮なくかかってこい、アッシュ。ああ、比較的穏やかな会話でよかったな、ディミトリさんね。ほんと、よかった、今回は。じゃあ次、ドゥドゥは、あー、フェリックスはまだ、あともうちょっとか。なるほど。じゃあ、イングリッド、フレンちゃんとドゥドゥか、どういう会話すんの、この二人。今日のお食事も美味しそうですわ。それでは、いただきます。大丈夫か。かわいい。フレン。おお、ドゥドゥから声かけてる。食事は逃げん。落ち着いて食え。まあ、私、お料理を喉に詰まらせたわけではありませんのよ。このお料理があまりにも美味しすぎて、悶絶しておりましたの。そうか。ならいいが。ごめんなさい。それにしても、このお料理、どなたが作られたのかしら。俺だ。おお、さすがで。ドゥドゥさんがお作りになったの？ああ。ああ、そうでしたの。ドゥドゥさんはお料理名人ですのね。私が今まで食べてきたお料理の中でも最高と申し上げていい美味しさですわよ。いや、この程度で。まあ、そんな謙遜なさらないで。少なくとも私には作れませんもの。あ、そうですわ。もしよろしければですけど、あなたのお料理を私に教えていただけませんか。フレちゃんね、お料理できない系女子なんだよね。料理をか。で、私あなたのお料理に感動しましたの。教えてくださらない。構わんが、途中で音を上げるなよ。もちろんですわ。よろしくお願いいたしますわね、師匠。料理の師弟関係を結んだっていう会話か。あ、いいね、かわいい。あれ、じゃあ、イングリッドとドゥドゥ。ああ、この二人もちょっと怖いな。怪我はないか。ドゥドゥ、またあなたに助けられるとは。悪かったな。いいえ、その、私こそ、あなたに謝らねばなりません。お、あなたは、私の命を何度も救ってくれた。これ以上の無礼を重ねるのはさすがに恩知らずもいいところです。俺は気にしていない。ですが。慣れている。ごめんなさい。なぜ謝る。私はあなたに何度となくひどい言葉を投げつけてきました。私はダスカーで大切な人を失った。ダスカー人への制裁が決まった時も、彼らが虐殺されたと聞いた時も、何もかも当然の報いだと思っていました。彼らは血も涙もない獣なのだからと。けれどあなたの姿はそんなものには見えなかった。ドゥドゥ、なぜあなたは何も語らないのです。不当な偏見だと、お前に恨まれる筋合いはないのだと、あなたがそう言い返してくれさえすれば、私はあなたを。俺が何も語らんのは、俺があの悲劇の真実を知らんからだ。あの惨劇はそうダスカー人の仕業ではない。そうそう、
殿下はそうおっしゃるが、ダスカー人にもいろいろなものがいた。善良なものも、そうでないものも。いや、ドゥドゥのサブイベントにダスカー人と戦ったもんな。その中に悪行に加担した者がいたとしてもおかしな話ではない。俺たちはただの犠牲者かもしれん。だが国王殺しの滞在人なのかもしれん。ですが、たとえそうだったとしても、それはあなた自身の咎ではないでしょう。私が憎いのは、あの惨劇を起こした者、あなたを恨んでも仕方がない。イングリッド、あなたはこんな私を何度も救ってくれた。すみませんでした、本当に。いや、ええやん。ちょっとグリッドちゃん、俺を仲間だと思ってくれるなら、俺はそれでいい。それだけで十分だ。ドゥドゥ、いや、ドゥドゥとアッシュいいよね。なんだろう、キャラがいい。いいキャラしとるわ。それでは12月14日日曜日ということでですね、出撃やっていきましょうか。3つもあるな。アッシュとカトリーヌさんと、フレンとセテス。あとは、あれ、アンナちゃんか。どれから行くかな？じゃあ、アッシュから行くか。はい。こうさ、メインストーリーの涙のわけっていうのも気になるんだよな。あんたに用事があってね。ああ、西方教会絡みでさ。前に、レア様の暗殺計画があったの。はいはい、あのアッシュのね、義理の親が関わってたやつね。西方教会の長である司教自らあの計画に噛んでるって話でさ。それでセイロス騎士団が司教どもの討伐に駆り出されることになった。あんたとあんたんとこの生徒にも一緒に来てもらえないかと思ってね。アッシュ関わってくるもんな。きっと天帝の剣の力を借りたくてね。天帝の剣、今倉庫にありますけれども、使ってないもんな、ほとんど。私はその護衛を仰せつかった。あんたらに頼みたいのはその手伝いさ。どうだ、来てくれるかい。まあ生徒たちには各々課題があるし、あんた自身も仕事が忙しいってな。あ、やりましょう。あのその任務、僕は参加したいです。なんだアッシュ、聞いていたのか。任務に行くか行かないかはあんたの決めることじゃない。だけどあんたの養父であるロナート卿は西方教会の奴らとつながってた、うん、その理由をあんたが知りたがる気持ちはわかる。けど今回の目的は調査ではなく討伐だ。余計な私情を挟まれると任務の邪魔になる。厳しいわね。絶対に任務の邪魔をしません。だからお願いします。で、あんたはどうする、先生。こいつだけ連れて行くわけにもいかないだろう。行くなら学級全員でだ。じゃあ行きまーす。先生、ありがとうございます。可愛いアッシュのためだからな。いいか、それじゃ準備を整えときな。はい、ではやっていきましょうか。じゃあサクサク行くぞ。敵の全滅または10ターンレアを防衛。アッシュ、カトリーヌ、レア、いずれかの配送。はい。現れたな、女神の使いを語るメギツネメ。メギツネメ。大司教レア。女神に代わり、ここで貴様に裁きを下す。女神っていうのがソティスのことなのかな。ち、霧に紛れての奇襲とはね。バカの一つ覚えもここまで来ると鬱陶しい。苛立ってはなりません、カトリーヌ。あの声、おそらく相手は司教の一派です。出てきてくれたおかげで探す手間が省けたってことにしときますか。さあ、死にたいやつからかかってきな。雷帝のカトリーヌが相手だ。カトリーヌさんもあれだよね、かなりのレア様信者だよね。
頼むよ。はいはい。レア様には傷一つつけさせない。かといってレア様は攻撃を受けたらどうするんだろう。レア様をお守りしながら敵を殲滅する。はい。準備はいいな。わかりました。木の中から敵が押し寄せてきます。10ターンの間レアを守り抜きましょう。焦らず戦おう。じゃあレア様の周りにいればいいかな。で待機して、じゃあみんな集合集合。あんまりみんな動かない方がいいよね。あ、ゆうゆう消しちゃった。バババババババカバカバカ。あ、ちょっと待って、いかん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 。集合集合。命令間違えた。集合集合。はい、あ、やばい、あ、やばい、レア様。あ、もうめっちゃ出るな。はい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 。じゃあレア様の周りを取り囲んだ方がいいよな。オッケーオッケー。おお、もううぞうむぞうどもが。で、わし。じゃあ、私、攻撃しましょうかね。これでいいか。オッケー。まあ、いっか、とりあえず遊撃、全力でいいか。いけ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 。次の敵に備えないと。どんどんほふる。終わったか。許してちょうだい。悪いが諦めることだな。レア様が。レア様、守りを固めるんだ。これ以上レア様に手出しさせるんじゃないよ。はい、これが私の生き方だ。当然の報い。おお、強え。レア様、じゃあ私ここにいた方がいいよな。で待機して、でみんな集合集合。はい、よし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 。こうすればいいか。そしたら四方八方から来られても大丈夫だよね。来い。気は抜けない。死であれば他の司祭を撃つことで他方の延兵も止まるでしょうか。お、司祭を撃ったことでこちらからの延兵は止まったようですね。他の司祭を撃つことで、他方の延兵も止まる。なるほど。残り4ターンいけるかな、これ。これ救われました。やばい。おー、レア様。これもレア様のためだ。オッケー。これが大罪人の末路です。おお、強いな、レア様。あともう少しでクリアできそうです。スイパーの回もない。もう彼らの兵が増えることはありません。残る者たちを一掃なさい。はい、わかりました、レア様。さあ全員まとめて叩き切ってやるよ。愛嬌者どもめが、女神の裁きを受けるがよい。こいつか、司教。あ、残り一旦間に合うかな。主よ、ご慈悲よ。彼らの犯した罪を許し、その魂を救いたまえ。司教を捕らえられればよかったんですが、ああも抵抗されると。レア様、これからどうされますか。西方教会の本部に向かいましょう。事情を知る者が
まだ残っているかもしれません。僕たちもお手伝いします。できることは少ないかもしれないですけど。いいえ、頼もしいです。よろしくお願いしますね。おお、守り抜いた。ああ、よかった。あ、これでよかったのか。風帯の靴。必殺の指輪、なんかめっちゃ強そう。ダークメタル。おー、ガスパール騎士団。はあ、やっぱ一戦が時間かかるな。20分ぐらいかかってる。じゃあもう一個やるか。お疲れさん。サモンの手伝いまでしてくれて助かったよ。今日の任務はここまで。あんたらはガルグマクに帰還してくれ。わかりました。新しい司教の選定から何から、西方教会の立て直しは教団の仕事だからね。レア様、あんたらに感謝してたよ。後々何か褒美もくれるとおっしゃってた。マジっすか。誇りに思いな。レア様から直々に何かもらえるなんてめったにないんだからさ。しかし今回は散々だったな。開き直って堂々と襲撃されるとはね。まあ、どうにかなってよかったです。まあそれもそうか。あんたらのおかげでレア様を守りきれた。ところでアッシュはどこ行った？さっきから姿が見えないようだけど。まさか。ああ、そうかもしれないね。邪魔してるわけじゃないだろうけど。ああ、来たか、アッシュ。ちょうどあんたの話を。どうした？そんな思い詰めた顔して。おい、手に持ってる紙の束は何だ？まさか資料を持ち出したってわけじゃん。これは許しを得て預かったんです。僕に関係のあるものなので。お父さん関係？まだここに書かれていることを全部読んだわけではありません。でも僕の知りたいことの糸口くらいにはなるんじゃないかと思っています。先生、カトリーヌさん、この任務に同行させてくれてありがとうございました。後々メインに関わってきたりするのかな。出立の用意をしましょう。僕も急いで支度してきます。たく、見てて痛々しいよ。あの紙の束があいつが過去を吹っ切るきっかけになってくれるといいんだけどな。さて、私たちも帰還の支度を整えるとしようか。こじらせちゃったりしてどうなんでしょうね。お兄様、お待ちになって。いい加減に聞き分けてくれ、フレン。どうしたの？ロディ海岸に行くのでしょ？私だって行きたいですもの。私は何も墓参りに行くのではない。教団の任務として戦いに行くのだ。お前が一緒では心配で戦いに集中できん。出たシスコン。おとなしく留守番をしておいてくれ。でもあら、ちょうどいいところに。なんか嫌な予感がするぞ。そんなことおっしゃらないで。ちょこっとお願いがあるだけですのよ。これからお兄様はとっても危険な任務に向かわれるのですけれど。はい、私も行けとな。ロディ海岸に行きたいから。西方教会の連中が教団の政治を勝手に占拠しようとしているらしいのだ。新たな司教を立てたはいいが、それに反発する一派が過激になってしまったな。あの地には聖遺物も保管されている。それを奪われては厄介なことになる。私だって教団のお役に立ちたいし、お兄様のことも心配ですし、一緒に行きたいって申し上げてますのに、頑として許してくださらないの。そこでなのですか。そこでかわいい。先生もご一緒していただけるか。やっぱり先生が私の近くにいてくださるなら、お兄様も安心しますでしょ。うちのクラスの生徒だしな、フレンちゃん。君が来てくれるなら
私としても助かるが。ね、先生、ぜひご同行をお願いいたしますわ。じゃあ行きましょう。嬉しい。では早速出発しましょう。では戦闘始めます。敵の全滅ですね。セティウスまたフレンの配送がダメ。また司祭いるよ。聖なる海岸は我ら西方教会のものだ。異端はあなた方だ。あ、なんか直ちにここから立ち去れ。セティウスいいものに乗ってんじゃん、ドラゴンみたいな。愛嬌者の右腕め、我らが正義の刃を受けるがいい。じゃあやっていきます。私は石碑を奪還する。はい。他の者は周辺の敵を排除してくれ。待って、お兄様、私も一緒に参りますわ。焦らず戦おう。これ水のところとかどうすんだべ。私待機、とりあえず集合しよう。集合するとさ、なんかさ、主人公とのあの主人公とクラスのキャラクターの親密度がね、ちょっと密着する形だから上がりやすいような気がする。主の加護は我らにあり。貴様らになど屈するものか。実際この人もね。あれ主は、あれもうクリア。見捨てたもんだ。ナイス、セテスさん。あ、まだいるわ。おー、あ、ここだよね。でもこれどうやって行けばいいんだろう、こっち側。異端者どもめ、ではもう一人司祭。女神のしもべたる我らの力、思い知るがいい。いきます。よーし、おー、上級試験パス、これありがたいね。中央の奴らにはかなわぬのか。どうしよう、今は引け。皆は他の司祭を逃がすのだ。奴らを止める、盾となれ。まだ罪を重ねるつもりか。逃がしてはならん、撃つのだ。お、あ、司祭が撤退を始めました。だって、え、あとどこにいんの。あ、ここか。はい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 。あ、ドゥドゥがね、ちょうど向かってくれてますね。ありがたや。でもちょっと待って、お前、あ、ここから降りるつもりじゃ。やば、ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って、これはちょっと逃げられちゃいそうだな。女神様は私に生きろと感謝しますわ。あ、やばい、逃げられちゃった。許せんな。女神がそのようなことを言うはずもない。なんだ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 。己の非力を嘆くがいい。逃げた者は騎士団に追わせよ。ああ、終わりました。さて、フレン、石碑に果敢を備えに行くか。じゃあペガサス乗ってるのが、あのイングリッドぐらいしかいないかな、私のパーティー。もちろんですわ、お兄様。私そのために来たんですもの。ああ、お疲れ様でした。16ターンもかかっちゃった。キホル竜騎兵団、あ、いいですね。あら、ありがとう。協力に感謝する。逃げた司祭は必ずや捕らえてみせよう。いや、ごめんなさい。西方教会もこれに懲りて二度と手を出さないといいのだが、念のため聖遺物は回収しておいた。万一にも彼らの手に渡っては困るのでな。おお、おお、強そう。君に預けておこう。あ、大切に扱ってくれたまえ。いいんすかこれ。しかし久しぶりに来られてよかった。この海岸は私たちにとって
特別な場所でね。特別とは？ああ、ここに建てられている石碑は聖キッホルの記念碑であるとともに、実は我が妻の墓でもあるのだ。へえ。お母様、もう大丈夫ですわよ。どうぞ安らかにお眠りください。母親もここに。君にだけは話しておこう。我が妻というのはフレンの母親だ。え？つまりフレンは我が娘なのだ。え？あれ？でもフレンちゃんセテスのことをお兄様って言ってなかった？え？え？あれ？お兄様って言ってたよね、フレンちゃん。え？え？事情があってな、公には妹ということにしていたのだ。そうなんだ。へえ。フレンは特別な血を持つがゆえに常に命を狙われる身。そこで素性を偽ることで、ね、追ってから身を隠す必要があった。幸い私も若く見えるようだからな。妹と言っても不自然ではないだろう、うん、ちょっと年の離れて兄弟見えてた。まあ確かにね。この海岸はお母様のお気に入りでしたな。私もよく一緒に来ましたのよ。お母様は釣りが大好きで、私はそれを横で見ているのが大好きでしたの。そうだったな。お魚食べるの好きだもんね、フレンちゃん。魚を食べるのも大好きだったろ。ええ、もちろん。おかげで今でもお魚料理が大好きですのよ。私もここで妻から釣りを教わって、今でもたまに釣り糸を垂らしているよ。あの頃は毎日が穏やかに過ぎていた。戻れるものなら。戻れませんわよ、お父様。あ、お父様になった。だから今を一生懸命生きなきゃダメですわ。学校ではお兄様ですね。今を一生懸命生きなさいか。妻がよく言っていた言葉だ。過去を振り返ってばかりでは前に進めない。そろそろ帰るとするか。またお花の冠を備えに参りますわね、お母様。お母様。へえ、そういうことだったんだ。お、アッサルの槍、カドキウスの杖、なんかめっちゃ強そうなんだけど。いや、なんかこういうのさ使えないよね。なんかもったいないお化けが出ちゃう。はい。あ、来たよ。お祭りの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。舞踏会だろ。来たる舞踏会に先立ちまして、舞踊の楽器。あ、そうそう、白鷺杯ね。白鷺杯を開催いたしましょう。じゃあメルセデスが代表として出ますね。判定人はこの私、負傷アロイス・ランゲルトとミッテル・フランク歌劇団の元歌姫マヌエラ・カザグランダ。よろしく。当然だけれど、私は自分の楽器を贔屓したりしないからね。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客、シャミアさんも。シャミア・ネーブラント以上3名により厳正公平に判定いたします。それでは各楽器の代表者は壇上へどうぞ。さあお三方。おー、みんな女の子じゃん。楽団の方々も準備はよろしいですかな。それではお願いします。いやー、でもさすがだよな、ドロテアちゃんは。いや、でもメルセデスも負けてないぞ。いいんじゃない、いいんじゃない。僕、名前なんだったっけ。あんまりクロードの楽器とはね馴染みがないからな。お三方とも素晴らしい踊りでした。いいですよ、女の子ね。はいはい。それでは早速判定に入りましょう。の主人公のパパンのそばにいる子ね、いつもね。ルーベンクラッセかしら。独創的で驚かされたわ。いやー、さすがメルセデス。ルーベンクラッセだ。おお、もう勝ちだろ。非凡なものを感じた。いやー、ナイスだわ。さすが私のメルセデス。私アロイスの判定も加味しまして、はい、
決まりました。それでは発表しますぞ。今年の白鷺杯の優勝学級はルーベンクラス先生。あらあら、私嬉しいわね。それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。わー、いや、さすがだわ。もうさすがですわ。えらい。踊り子の資格。ほー、ちょっとね、あれだよね、メルセデス、ドラクエ11のセーニャっぽさを感じ。わー、ダーリンの誕生日、お茶会。え、何にします？カミツレの茶葉。せっかくやから、なんかレア度の高いやつにするべ。あ、三日月茶。私、ムーンですかね。三日月茶にしますか。待たせたな、先生。はい。あ、いいな。カヌレ美味しそう。ありがとう。どうぞ飲んでください。あ、よかった、よかった、よかった。なんか微妙な反応されないでよかった。門番の勤務時間、理想の教師像。これなんか難しくない？なんか難易度。買うと嬉しい贈り物、貴族の生き様と、貴族の生き様。ええー、今日全然ダメじゃん。ええー、ごめんて。え、何の話に、なんか難易度上がってんぞ、これ。ごちそうさま。楽しい時間を過ごせた。よければまた。悲しいんですけど。がーん。え、何が良かったんだろう。あ、でも良かった、良かった。親密度上がっているぞ。良かった、良かった。見てちょうだい、この儲け。上達してきたみたい。あなたの、はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかな。シアサギ杯は今年も盛り上がったようですね。あとは舞踏会を待つだけですと。はい。さあ、この日は何が多いんだ。散策出撃か。散策言うても料理ぐらいしかないもんね。次回もちょっと出撃やろうかな。あともう一個外伝残ってましたもんね。はい、ということでお疲れ様でした。